大祭ドグマイミダ。네아오키나와는진짜추적추적비가엄청내리고있는데이비속에제가지금또국제거리쪽에나와있습니다이비속에왜국제거리에나와있느냐여러분메이드카페라고잘아시죠요즘뭐유튜브에도많이나와있고아니면뭐한국에도메이드카페가생겼다뭐그런얘기를들었는데그래서오늘이국제거리에나와있는이유가무엇이냐메이드카페가려고아닙니다메이드카페와이결은비슷하지만메이드카페가아니라이컨셉카페라는곳이있는데요여러가지컨셉을가진카페가많이있어요뭐어떻게보면메이드카페도그컨셉카페중에하나인데오늘가볼이컨셉카페가어디냐바로무려공주님컨셉의카페입니다얘기만들어도벌써두근두근기대가되지않나요네오늘은이공주님컨셉의카페과연어떤곳인지지금부터저와함께가보시죠이크서아비진짜많이오네요오늘가보려고하는카페는이국제거리제일끝자락에위치한마키시역근처에있는데야비가너무많이와가지고이건진짜신발다젖었네아나진짜자다왔습니다바로이곳입니다푸티샤토오늘가볼컨셉카페푸티샤토는유일해일의마키시역에서걸어서약5분거리에위치해있습니다여기가런치11시부터3시까지카페영업도하고저녁에는18시부터22시까지그다음에밤에는22시부터종이울릴쯤때까지라고합니다오일단한번들어가보겠습니다아비가미쳤다진짜아이렇게지하에있는데들어가보겠습니다성을컨셉으로한밝은분위기의실내는고급스러운느낌이물씬풍깁니다선생님요러시고오네가시마아자메뉴를설명させていただきますはい本日はプティシャトーの楽しい武道会へご来場ありがとうございますこのお城は様々な国から集まったプリンセスたちがいるお城です素敵な空間をお楽しみくださいはいではまずは入場の際のお約束を言わせていただきます城内にいるプリンセスまたはお給仕のメイドの無断撮影禁止です城内のプリンセスメイドに触れること禁止ですプライベートを聞き出す行為暴言高圧的行為誹謗中傷連絡先を聞き出す行為 DM でのやり取り場内での無断持ち込み飲食など禁止させていただいていますご了承くださいはいじゃあメニューの説明をさせていただきますお願いしますプランがまず2つあって飲み放題2時間2500円のプランとこちらのシラスコなどのフードの食べ放題2時間2500円のこちらのシラスコのメニューとその他のたくさんのメニュー食べ放題可能ですどちらにいたしますかどうしましょうまずちょっと飲みたいんで、はい、飲み放題つけて、はい、あとどうしましょうかねちなみに食べ物はこちらのメニューから単品でも頼むことが可能ですのであれないですかオムライスですかそうオムライスもございますやっぱりこういうところといったらオムライスっていうイメージがそうですね、はい、確かにこちらのメニューからオムライスや、はい、ハンバーグ、うん、カレーやパンケーキなどもお選びいただきます、じゃあ飲み放題とお絵描きオムライスかしこまりましたじゃあお飲み物はどうされますか、そうですねじゃあハイボールハイボールで、はい、かしこまりましたお願いします한잔마시겠습니다すごいなんか一杯飲まないですか제가마시면서이앞에있는스태프들에게도쏠수가있습니다술을그래서이제한잔씩마시라고권했는데한잔당700엔이라고합니다お城では、はい、乾杯を乾杯プティって言ってほしいです乾杯プティ乾杯プティあ、はい、じゃあお願いしますはい、せーの乾杯プティ
それは乾杯するたびに乾杯プティと言わないとダメですか。はい。ああ、じゃあもう乾杯1回だけでいいです。乾杯プティ。プティシャトーって名前なので。え、なんか意味ありますか。可愛いお城という意味。ああ。自己紹介お願いしていいですか。はい、じゃあみんな自己紹介します。はい、キラリン星から来ましたニノリンです。よろしくお願いします。お願いします。え、どこから。キラリン星から来ました。キラリン星ってどこにありますか。あちらの方に、はい、遠いです。マカロンの国から来ましたイチゴのチューです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ポイントメガネです。あ、あれですか、メガネが本体とかそれの。うん、メガネ。笹の国から来ました、笹の葉ランナーです。あ、はい、よろしくお願いします。遠いところから来ました、ほぼ中国。いや、その国。そんな夢を壊すようなこと、言葉。はい。はい、じゃあプティシャトの旅人のゆゆです。よろしくお願いします。はい。旅人っていうのはもう、はい、あんまりここにはいないっていうんですか。いや、いるんですけど、はい、まあ、ちょっと記憶をなくしちゃって、あ、みんなの力を借りながら自分の国を見つけるために頑張ってます。辛いですね、記憶をなくしたっていうのは。この前私からあの1万円借りたのを覚えてますか。あ、覚えてない。ちなみにどこの国から来てるんですか。あ、私は、はい、実は月から来てますよ。月いる。え、いますか。かぶってるって誰や。殺すしかないです。ここあの外国人のお客さんとかもよく来られますか。たまに来ますね。どこ。あ、観光客が。じゃあその時あのコミュニケーションはどうやって取ってますか。中国の方来た時は、はい、ハンガちゃんに、あ、そうですね、一回中国語喋ってみてください。喋ってみてって言われたら出てこない。バンザイプティシャトー、バンザニヨー。おー、すごい、かわいいよ。いや、本物みたいですね。本物です。あとはなんか外国語喋れる方いないですか。え、ありがとうよー、ありがとうよー。ニノイムニダー。韓国語喋れるんじゃないですか。シャカマとか韓国語も勉強してみたい。いや、でも日本語と似てるから結構簡単ですよ、覚えるの。それ言うことで、そうそう、似たような言葉も多いですし、例えば何があるんだろう、よくあるのが三角。あ、三角、三角関係。そう、知ってるやん。三角関係が、そう、三角関係と言いますね。洗濯機。そう、背丈、背丈、背丈、結構知ってるよ。なんか TikTok とかで最初は覚えるの簡単だと思うんですよ。韓国語言って。え、じゃあ分かりました。くなさよ。え、くなさよ。あ、お待たせします。わー、すごい、オムライス。お絵かき上手な子。私小熊なんで、熊を描いていただければ。熊描きやすいんじゃないですか。お願いします。はい、パンダでもいいですよ。いや、本当にこれパンダじゃないですか。はい、かわいい、ありがとうございます。お友達。かわいい。はい、すごい、ありがとうございます。わー、これもうもったいないから食べれないですね。あ、もうみんなで。魔法の言葉いいよ。じゃあこのオムライスが美味しくなるようにみんなで魔法をかけたいと思います。はい、いきますよ。せーの、美味しくなれ、萌え萌えキュー。わー、ありがとうございます。これライブで聞くの初めてです。あ、出てきた、いつの間に。はい、自己紹介お願いします。こんにちは、ラブチャイル、プティシャトーキッチン、おとかまつりえよ、こんにちは。こんにちは。韓国語、얼마나말해요。あー、ちょっと。
진짜 적응. 사실こっちの方も同じこと言ってたんですけど。いただきます。아이오므라이스가진짜이이런카페에서나오는그런오므라이스수준아닌것같아요진짜와엄청맛있는데이친구가만들었다고합니다와한국어でこのお店のなんか自慢というかアピールポイントというかそんなの言ってもらえたらいいと思います。ちょっとところどころ日本語でも大丈夫です。많이있는데요있는데ビティシャトーの店内が너무綺麗、예뻐、좋아서ライトの光った、反射反射、反射反射しててすごいプリンセス、プリンセスの飲みやすさ、チェなど좋아요あ、なんか皆さんのファンみたいな感じですか。で、嬉しいですね。なんか飲む浄化されます。すごいですね。あと あっちに誰か寂しく一人で。안녕하세요。여기는이런공주님들만있는게아니라 DJ 하시는분도있습니다이야그래음악って全部自分で選んで流してますか こんにちは。와여러분이렇게여기서진짜즐길게가득한것같아요어나퀸이와여러분이렇게조명색깔도바뀝니다에스를타고타면뭔가댄스타임을してもいいですか아댄스타임야이마でもいいですよ아이마でもいいんですよ오토나와미사마本日はありがとうございますありがとうございます本日は可愛いキャスト4人のキャスト長がアイドルスターターパックそれではお願いします。ただ大丈夫で叫びがち、ただ同じポーズ取りがち。すごい。韓国でなんか美容の勉強したい。うん、したい。美容の勉強ですか？美容のために韓国に行きたい。うん。自分私も学校の海外研修で韓国に行ったんです。はい、おお。わあ、どれぐらいですか？三泊四日。めっちゃ短い。10月くらい。だからギリギリ雪を見れなくて。見たことないですよ。あ、そっか。あ、沖縄出身。あ、これ食われるため。ミキでこれ。アッセルのご来場です。ようこそ、プティシャトーへ。じゃあ、私はこれで。あ、オッケー。ありがとうございました。ありがとうございます。また来ます。はい。よくいますか？あ、はい。金曜日と月曜日もあります。あ、キッチンですよ。あんまり出てこないですね。4時だから。学生さんは絶対出ない。あ、そうですね。出ないけど、監督も出れるから。あ、じゃあまた韓国のお客さん来た時はよろしくお願いします。あ、お願いします。私にも韓国語を教えてほしい。あ、そうですね、皆さん喋れるようになってもらわないと困りますね。困ります。え、帰る時よかったら写真撮りたい。あ、お願いします。こっちでもゆうちゃん。じゃあまた。はい、ありがとうございます。ゆっくり。なんか行ってみたい、めっちゃ。
あ、行ったことないですか？ないです、海外がまだなくて。でも、本当に旅人って言ってるだけあって、旅行が大好きで、はい、じゃあ日本国内はいろいろ仲間と。国内は一人旅が好きで。あ、すごい。一人でいろいろ行ったり。今月の後半、はい、20日から30まで4日間くらい、はい、九州回ってこようかなと思って、一人でちょっと行ってきます。歩いて歩いて観光のお客さんがもし来たら、ちょっとしたサービスみたいなのは、そういうのは可能ですか？枝豆でもいいと思いますよ、安いもので。枝豆もめっちゃ美味しい。じゃあ、私もちょっと試しで枝豆、ペペロン、1個追加でお願いします。で、店長本当に、もし観光地のお客さんが、コグマテレビ見てきましたと言ったら、この同じものを1品だけサービスしてもらえますか？ありがとうございます。여러분여기와서고구마유튜브보고왔어요하면은이에다마메페페론이거를하나야600엔짜리입니다이거하나서비스로준다고합니다자여러분에다마메일본술집가면은많이들먹죠이거아츠 뜨거워요뜨거우니까화상안입게조심하시고오이시에다마메페페론감사합니다 ゴーヤーショットです。ゴーヤーです。ここまでに匂います。怖いね。明日からご提供するんですけど。あ、そうですか。ちょっとたくさん作りすぎてて、はい、分からなくなってきたので、ぜひお二人に試飲してください。あ、いいですか。もう結構苦い。これはアルコールですか？アルコール。ノンアルコール。もう場所置いてよ。あ、いい。ゴーヤーを못먹는사람들도많이많이있는데。あ、はい。サービス、こっちからのサービス。サービス、ありがとうございます。乾杯プティで。乾杯プティ、はい、いいですか。行きますよ、せーの。乾杯プティ。うって。あ、うわ、わ、いや、いや、なんで、なんで、どうしました。苦い。もう、もう、オッケーよ。ゴーヤ。いや、普通。普通に飲めますよ。いや、味が普通じゃなくて、普通に飲めますよ。私が演技みたいじゃん。やちなみに私ゴーヤ好きですよ。私ゴーヤ一番嫌い。あー、ダメですね。草の味しますよ。なんか草の味もうそう言われたらちょっと草の味もしますけど。でももうちょっとなんか砂糖とかなんか甘みを入れてもいいんじゃないですか。苦いと言ってるから。ちょっとだから苦しくてな。罰ゲーム。罰ゲームよ。あ、罰ゲームよですか、これ。罰ゲームよ。じゃあこんな反応が一番良かったですね。あ、罰ゲーム。ちょっと空気読めなくてすみません。何の罰ゲームですか？これは罰ゲームっていうか、テキーラだ。あ、はいはい。代わりに未成年が飲める。ノンアルショット。このバージョンで出したテキーラ飲んだらうってなるじゃないですか。はい、そんな感じでノンアルでうってなるやつ。で、여러분、오늘은이렇게沖縄에서이콘카페컨셉카페라고하는데이공주님컨셉으로한카페에서오늘아주즐거운시간을보냈습니다오키나와에오시면은이콩카페푸티샤토꼭한번와보시길추천드립니다그럼다음시간에다시만나요안녕오늘사랑하고가야지아리아토